はい、皆さんこんにちは、ゲームズの翔です。へぇ終わりかいマジっすか。はい、はい、じゃあ今回ですね、ウルトラマンコラボ、はい、来てますと、はい、まあ、15日から、ね、始まって、うん、26日火曜日の11時59分までやってます。ちょっとねキャラ考察をやっていきましょう、はい、ね、ウルトラマン系の、キャラ考察やっていきましょうと、うん、はい、まあ、まずガチャ来ました、はいはい、じゃあメインからいきますか、はい、ウルトラマン、うん、はい、進化ね、反射 AGB の、はい、まあゲージ飛行でさらにアンチブロック作ると、はい、ね、AGB 飛行アンチブロックのトリプルアビリティ、うん、トリプルアビリティ、はい、で、SS がねスペシウム光線の、うん、まあレーザー系、はい、で友情はエナサエールですよね。来ましたね。でも先にちょっと神カム紹介しようかな、はい、で神カムもトリプルアビリティ、はい、ね、AGB 飛行は一緒で、うん、火薬が、つきます、うん、はい、つきます。で SS ウルトラスラッシュ、はい、で友情が砲撃型の反射レックスレーザー、うん、ベルダンディと一緒です。はい、ベルダンディと一緒です、ね、はい、でサブに爆発、はいはいはい、神川ね、うん、アタリス、うん、完全に、うん、まあ、SS がちょっと残念です。でもね、そう、自分のウルトラも当てたんですよ、うん、結局、うん、2体、うん、ね、あ、2体、そう、マジっすか。シングルで深夜引いてたらマジ ほとんど連続に近い形で出て、はい、やばっ。で最初ね、そう、はい、自分も神川が強いと思って神川に2体して使ってたんですけど、はいはい、SS がね、うん、非常に使いづらい。いや SS ねひどいねあれは、うん、でも他が優秀すぎるってとこあるんだよね、うん、これ SS 強かったら結構ぶっ壊れだったから。そう、あとでもね反射 X レーザーも、うん、まあ、闇だったらかなりね、うん、強いと思うんですけど、まあ、やっぱり、2体以上ね、うん、欲しいかなって個人的には思ったんで、ちょっとね、なかなか SS の使いづらさがあったんで、うんうん、自分は進化にしました。おー、進化にしたんですね、うん、進化は、うん、アンチブロックがね、うん、そこまで今現状必要となるクエストないんで、実質まあ AGB 飛行みたいな形にはなっちゃうんですけど、うん、まあエナサイルはね、うん、まあ、普通に使いやすい、まあ 強いですね、まあ、強くもなく弱くもないけど使いやすいです、うん、でまあ SS がね、うん、やっぱね使いやすい、使いやすいですね、うん、まあ、全て無視ですからね。そう、レザーバリ貫通だし、うん、で普通の有利属性じゃないボスに対してもう100万以上出ます、うん、はいはいはい、闇属性であればもう150万ぐらいは、ね、うん、以上は出ます、うん、で何がいいかというとね、たまに麻痺するんですよ。あ、そうですね、これ麻痺効果ありますよね。あれがね、たまに麻痺、まあ、たまにですけどね、うん、でもいいですね、うん、なんで、うん、こっちはね、まあ、使い、まあ、神化がねどうしてもちょっと本当 SS がね、うん、非常に癖が強いものだったんで ね、 ね、 癖ね、確かに使いづらさがありますよね。使いづらさがね半端なかったですね、うん、まあ、ただね、ベルダンディ艦隊とかで使ってる方は分かると思うんですけど、うん、この友情ね艦隊組むだけで本当化け物になるんで、やばいですね。これはもう不動とかでもね、うん、来たんで分かるんですけども、うん、ゾンビループとか、そう、楽勝ですね。ちょろいですね。もうサブに爆発ついてるのがさらに優秀で、お互いでね、まあ、発動し合えると。そうそうそう、だからまあ好みかな、これに関しては好みだと、ね、うん、まあ、ただ進化で持っとく場合は素材は絶対持っといた方がいい、うん、うん、まあ、神化にしとく場合は、まあ、進化が来たら進化にスライドするって感じもいいかな、うん、そうですね、まあ、これも好みですよね。あとは SS もね、いや好みだと思うんで、うん、でもね SS は本当ね神化は難しいです、うん、自分も結構フレームなんかも使いましたけど、うまくいったとしても100万ぐらいしか出ないんですよ。 そうですね、そこがね、角っこで帰ってこさせても大体100万ぐらいしか出ないから、うん、上手い打ち方はね、うん、とかなるべく効率的に与える打ち方は、うん、対角線上に打つこと、もしくは対角線にウルトラマン配置しておいて、うん、そこからまた対角線、あ、対角線というか斜めに打つと、うん、ちゃんとこう2個のウルトラスラッシュが寄り添いながらこうね、はい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 、1、2往復してくれるんで、ね、ダメージ与えやすいですけど、うん、それも結局弱点に当たらないと全く意味ないですから。そうそう、だからね、なんかウルトラマンがね今後強いって言われるとしたら、うん、にらいかないみたいに弱点が雑魚にある、うん、内部に、そうそうそう、でいっぱい出てくるとかね、そうだね、うん、そういうものか、あとはね、うん、その山竹ゼロみたいな、はい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 、もう中ボスも多くて、うん、弱点も絶対中に入ってますみたいなね、うん、まあ、ああいうステージであれば強いね、効果的にはね、うん、使えるとは思いますけど、そう、だから現状今山竹ゼロとかで使えてないから何とも言えない、そう、何とも言えないですけどね、まあ、でも一応不動には使える、うん、使えましたよね、確かに、うん、ザコシ使えるね、はい、まあ、今後のクエストしたいってところですかね。どっちもそうだね、うん、どっちもそうですね、どっちもね、マビリティはね、うん、一緒っすか、もうどこ ほぼどこでもいけると言っても過言ではないぐらい優秀、うん、はい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 、
もう同じだしね、一応リスマーにも今うち入ってますね、はい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 、コラボ期間限定ですけど、うん、はい、まあ、なんでウルトラマンはね、うん、狙う方は狙ってみてもいいと思います。そうです、はいはい、次続きセブン、セブンさん、はい、セブンはね、まあ、神化ないですが、うん、進化反射、はい、アンチワープ飛行、うん、で素浴びでね怪獣キラー持ってます、はい、怪獣キラー、はい、ね、SS アイスラッカー、はい、で貫通力、はい、まあ、優秀なのは、うん、まあ、アイスラッカーかな、そうね、うん、アイスラッカーねかなり優秀ですね、うん、これ、はいはいはい、怪獣持ちだったら、うん、まあ、普通の状態でまあ200万ぐらい出まして、うん、そうじゃない時でも150万ぐらいこれ出る、うん、そうですね、打ち方次第では出ますね、そう、まだね、ブレが激しすぎる、激しいね、うん、あとこれもね、ちょっと使い方難しくて、うん、なるべく敵、うん、ウルトラ撃つ方向に対して敵が多い状態で使う、うん、ってことですね、その撃つ距離がいかに長くするか、うん、結局これ帰ってくる時に多く敵に当たらないとダメージが出ない仕様で、なおかつウルトラセブンに戻ってきちゃうんですよ、それまでの間にいかに多く敵に当てるかなんで、なるべくウルトラマン、ウルトラセブンから遠い壁か、そう、遠い壁というか、うん、遠い、なんて言えばいいのかな、確かに帰ってくる時の距離が長くなれば長くなるように配置しとく、配置しとくっていうか、長くなるようなところから打つ、そうですね、そうか、そういう方がいいね、うん、が効果的です、うん、はい、まあ、ただまあ使い方は難しいです、これもね、うん、難しいし、そのちょっと運頼みに、ね、うん、なっちゃう、まあ確かにね、アスカの SS みたいにこっちがちゃんと狙って確かにそうですねっていうのができない、ね、扱いづらいですからね、うん、あれほど高校で、そうそう、まあ、ただね最近流行りのやっぱ飛行アンチワープ、このアビリティがやっぱね使えるとこひたすら多いんですよね、うん、めっちゃで、まあ、波ゼロとかも使えるだろうし、ね、そうですね、まあ、まだ来てないけどアバロンにも多分ね、うん、普通に連れていけると思いますよね、うん、はい、はい、まあ、ただあの SS が使いづらいからね、最終マップとかはそうちょっと、ね、ビットンだけ倒しちゃうとかあるかもしれない、確率性がないんでね、 なんかね、うん、ちょっとって感じになる、うん、まあでもウルトラセブンも強キャラではあります、強キャラですね、あとダメージ持ち越しで、うん、まあ、言ったかさっき言った、言ったけど、はい、ダメージ持ち越しできるんで、ね、できますね、ブーストとかと相性かなりいいですね、うん、はい、そう、ね、SS 打ったらそれが SS が演出が終わるまで全部ダメージずっと入ってますね、そうそう、うん、それかなりいいです、うん、はい、はい、あとでも一応20ターンでね、はい、SS 打ってるの結構いい、そう、意外と早いんですよね、意外に早いんで、ね、そう、はい、で今回一応ゼットンバルタンでね、はい、大適正な、あ、そうですね、今回の怪獣キラー、そうそうそう、怪獣一番ハマってるよね、うん、一番使える、はい、次、はい、タロさん、進化貫通リラブル飛行、まあ、進化のみですね、耐性、タロさんね、これね、うん、マリシテン強かったです、はいはいはい、爆発性ですね、うん、強かった、まあ、マリシテンでは基本貫通タイプ非属性でも、うん、プヨリンワンパンできないじゃないですか、うん、それをね調教メテオでワンパンしてくれるんですよ、そう、まあ、ワンパンっても、うん、ワンパン1貫通プラス長距離メトロ、そうね、うん、なんでね、いい、なんかメトロ本当にね、うん、よかったっすね、いいっすね、これね、そうそう、ビットも測りきるし、まあ、結構本当マリシテンとかだと、うん、反射タイプだったらね間に挟まれば1回でね、うん、撃破できると思うんですけど、貫通多いとやっぱり、うん、HP がね徐々に削っていくしかない時に、はい、そうですね、タロ当たっとけば、うん、メトロでね残りの、そう、意外と削ってくれるんですよね、さっきも言ったように、そうそうそう、うん、いつの間にか倒してくれてるんで、うん、周回速度がね割と速かったっていう印象でした、はい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 、ただまあ耐性かな、そう、耐性意外と優秀っていうね、 SS はね、うん、結構爆発 SS なんでね、うん、村ありますけど、うん、150万は絶対出る、ね、150は出るね、絶対出るね、はい、で200万いけばいい方かなって感じですね、うんうん、だ演出かっこいいっすよね、演出かっこいいね、うん、確かに、太郎さんはね、やっと待ち望んだ飛行アンチダメージオール貫通非属性、この組み合わせほんとなくて、今までイブとドラえもんしかいなかったですからね、イブよりね、うん、こっちの方が強いと思う、あ、ほんとっすか、うん、まあ、ステータス比べるとね、イブだけど、それ以外だったらね、まあ、耐性持ってるタロの方が確かに優勢はあるかもしれない、うん、まあ、33で使うって方も多かったですね、そうね、うん、確かに確かに、はい、はい、じゃあ、はい、まあ、一応星5いってとこ見ていきます、エース進化貫通、はい、アンチワープのアンチブロック、アンチワープアンチブロックでゲージ飛行、うん、でバーチカルギロチンの貫通ミロック、はいはいはい、まあ、これもあれだね、うん、あ、もう下もちょっといっちゃう、レオは、はい、進化貫通 AGB 飛行でビットンブレイク、はいはいはい、ダブルラッシャーに X レーザー、はいはいはい、はい、まあね、結果から言うと両方とも、も引いた人は絶対育てておいた方がいい、うんうん、これはまあ今後の制限クエストで使える濃厚だからね、まあ、来たるべきね、間違いないですね、間違いない、うん、どっちかどっちもいればダメージオール以外のギミック全部対応できるんで ね、どっちかでね、でね SS も意外と出るんですよ両方、あ、そうなんだ、はい、エースの方は特に
これね、弱点ヒットで普通に80万ぐらい出るんですよ。強っ、うん、で、アストラ、レオ&アストラの方はかっこいいだけですね、うんうんうん、ビームだけで60万ぐらいだったかなあ、まあ、うん、欲しい、普通の欲しい、うん、まあ、でもその時打ったの闇属性だったんで、もうちょっと出るかもしれない、ね、光だったじゃん、うん、まあ、これはね、うん、まあ、本当もう制限クエストね、うん、来るの見えてるんで、まあ、売らずに取っておきましょ う,、はい、うん、ょう、まあ、一気みたいにね、活躍の場はあると思うんで、確かに、はい、行きましょう、はい、ロップゼットン、ゼットンからいきますか、はい、ゼットン、でも個人的にはゼットンが一番強いかなと思います、うん、今回中では、はい、ゼットンちょっと、うん、はい、ゼットン、はい、来ました、ましはい、アンチワープ、アンチウィント、うん、ゼットンバリア24ターンにバーティカル L、 L、うん、これ何が優秀ってね、 SS っすよ、 SS、 うん、 SS いいっすね、 SS 降臨じゃかなりいい、ね、めちゃくちゃいい、これはめちゃくちゃいいっす、自強化プラス火ダメ軽減のバリア展開、うんうん、レイヤーマクサですね、うん、要は、うん、これ意外と上がってるんですよね、そう、うん、地震強化、地震強化、そうですね、うん、公式のクシナダゼロのね、うん、動画見ても100万以上、120万ぐらいか、弱点多くで、うん、出てましたね、さらに ね、まあ、バリアなんですが、うん、これ ね、まあ、耐久値ちょっとね詳しいのまでは分かってないんですけど、うん、1万5000から2万ぐらいの間でダメージを無効化できると、うんうん、あと攻撃の受け方とかにもよるんですよね、やっぱバリア、ね、そうなんですよ、結構ね、うん、いろいろ動画見て、あと自分らでもね、うん、試してみたんですけど、うん、具体的にそうこの数値で壊れるっていうのはちょっと分からなくて、はい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 、ただまあ、うん、1万5000から2万、もしくはでも、うん、なんかね1万で壊れる時もね中にはあったんですけど、うん、まあ、そのぐらいでね、はい、壊れはするんですが、でも、うん、ね、100何十万与えた後に、うん、さらにしかも、うん、あの範囲割とあるんで、そこに仲間いたら、あ、そうですね、カバってくれますもんね、仲間の火ダメも軽減できる、うん、できちゃうんで、ゼットンがボスで使ってくるようなね、そう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 、バリアを展開します、レイヤーマックスほど広くはないんですか、広くはないっていう、うん、あと、まあ、そこまで耐久値もない、分かっ、はい、ないけど、レイヤーマックスは、ね、耐久値ありすぎ、あれ、うん、いやでもね、いや十分じゃないかな、はい、でこの子の優秀なところは非属性、貫通、アンチワープ、この組み合わせがラセツしかいなかったんですよ、うん、まあ、アバロンいるんですけどね、うん、なんでねこれはね作るべき、いや確かに自分もなんかラセツちょっとね、うん、なんか気遅れして作る気ないけどね、まあゼットンだったら作っとくかみたいな、確かにゼットンいいっすよね、なんか、うんうん、でこの子ねウルトラマンでいう最終回に出てくるボスらしいんで、あ、そうなの、そうなんでね、あのゼットンをね、あの原作ファンの方にはね調べたんですよ、ちょっとあの素晴らしい放送でね、あのピグモンのたわしとか言ったりしてね、うん、ちょっと怒られちゃったんで、うん、ちょっとね自分なりにウルトラマンを勉強してきて、素晴らしい、はい、そうそう、最終回のボスということでねファンの方はね作ってみてもらって、はい、確かに、はい、じゃあちょっと、ね、はい、はい、次が、バルダンかな、はいはい、はい、来たバルダン選手、バルダン、はい、はい、ここも優秀ですね、バルタも優秀だね、前 DW 飛行、うん、で SS が赤色凍結スコース、はい、で十字レーザーいる、はい、そうバルダンはね、うん、まあ、優秀なところはもう、まあ、あれですよね、アビリティ、うん、うん、まあ、雇えましたね、水属性アンチダメージ飛行、まあ、これね、うん、アシュラもちろんの、はい、イザナミゼロ、うん、いけますからね、いけますね、イザナミゼロはいける、うん、アシュラもいける、うん、いけます、まあ、非属性大体いけるね、はい、そうですね、あの重力とかワープなかったらね、うん、全然いけると思います、はい、はい、でまあこれ似たようなね、あの究極降臨が少ないんでね、うん、これはまあ全然作っといていいキャラですね、うん、で SS がね、結構近距離に両手からレーザー出して攻撃するやつなんですけど、うん、その両手から出すレーザーが両方弱点にヒットすると100万ぐらい出る、うん、あ、そうなんだ、うん、で、結構近くの敵も巻き込めるんですよ、うん、なんでね、割とね SS として見ると強い、はいはい、で、たまに睡眠つく、あ、こっちはたまになる、うん、そうそう、こっちたまになるんですよ、はいはい、敵出てきた時、確定なんだけどね、うんうん、まあ、かなりバルタン選手は、うん、私は優秀ですね、はい、まあ、バルタンはそうね、うん、本当アビリティがこれ未属性じゃ、うん、希少なんでね、めっちゃ珍しいですね、ダメは飛行、この機械作れる人は、うん、これ逃してまたね普通の降臨でこのアビリティセット出るかどうか分かんないんでね、うん、まあ、ないっすよ ね、 ないよね、結構ダブルアビじゃないですか、これは結構ね、まあ、ゼットンよりもこっちの方が連れてくるとこ多いから、うん、そう、まあ、ダブルアビでね、持ってるやつはいるんだけど、みんなやっぱランダで弱いと か、 確 か、 に確かに SS がね弱いけど、これ結構優秀だからね、うん、作っといていいと思います、うん、はい、はい、頑張れたの結果はそれです、ね、まあ、はい、はい、あと1体ですね、あと1体はまあ、あと1体は、はいはい、うん、
とか言ってるけどね。ゴマラ。はい。AGB マジンアジンキラー。マジアジ。はい。で長距離貫通格差、はい。はい。でね、これせめて逆にしてほしかったよね。キラーはね乗ってほしかったよね。まあせめて。まあ乗ったら確かにね。うん。でもランダから言うとまあキラー相手の水属性に対して100万ちょっと。うん、ああそうなんだ。はい。でランダにしてあの尻尾使ってくるじゃないですかボス、はいはい、ボスとして出てきても、はい、あのなんか変な尻尾で追い打ちするんですけど、うん、それがまあ固定20万だったかな、うん、吹っ飛ばしてで強くはないっすこいつ、はい、うん、で作る必要もございません。ないとないっすね。パワー型なんですよね、まあ、見るからに、うん、見るから見るからにパワー型だね。でね特にねそのズバ抜けた攻撃力っていうのを持ってるわけでもなく、うん、でキラーがどこで使うんだと、うん、クシナダ、うん、クシナダでも使えないけどクシナダでも使えないと思いますこれ。まあ使うとしたらジョーカーとかマジンアジン、あそうね、うん、マジンね、あとまあリリースかな、うん、あ鉄線交渉いけるか、あ鉄線いきますね、いけなくはないぐらいですけどね、ちょっと無理ですけどね。まあねこの子はねほんと原作ファン以外は作んなくていいですね、うん、ゴモラはねあの尻尾が特徴的なんですよね、うん、切られても尻尾だけで動いて攻撃してくるらしいです。原作通り尻尾が本体なの、うん、尻尾が本体。いやこういうこと言ってまた怒られちゃうから確かにゴモラ尻尾本体じゃねえからっつって、ね、まあ、ちょっとね分かんないから勘違いしちゃう、うんうん、まあでもなんか尻尾が強いよと、うん、はい、まあ、一応ねゴモラがでもね、うん、今回のコラボの中で一番簡単な、うん、降臨の中では簡単なんで、うん、まあ、回りやすくはあるんでね、うん、数稼ぎで運極作ったりっていう人はまあ作ってもいいかもしれないけど、うん、はいはいはい、なんか時間なくてどれ作ろうかなって人はゴムラは別に作らなくていいです感じかな、はい、で数合わせにしてもね、卑弥呼とか龍馬とか持ってないと氷も結構めんどくさいんですよ、ね、あ、まあ、簡単ではあるけどね、はいはい、なんでまあ数合わせかファンかしか作らなくていいと思います、はいはい、性能は求めましょう。でも基本作らなくていい、はいはいはい、いきます。こっちどうしよう、こっちや、そっちはいいんじゃないですか、うん、ピグモンだけピグモンだけ、はい、でも今回ね、はい、うん、こいつ関係性は作られてないんだ、かわいそう、はい、上側に、はい、じゃあビグモンね、まあ、説明しておきますか、うん、一応で攻撃力は1万いきません。はいはいはい、まあ基本ね使い道は本当まあこれ、うん、出てる通りですね、称号とか ね今、うん、さっき言った、はい、3体の降臨と引き換えれるんですね、うん、ランク5にすれば、うん、でだからまあ、 ピグモンは、うん、でその毎日のね、うん、特別任務あると思うんですよ、レッドキングの、それでスピクリちゃんとすると10体、うん、手に入るのと、あとは、うん、バルタンとかゴーマラゼットの、クリア後のね宝箱から周りに落ちると、はい、うん、濃厚以外から落ちます。そうそうそう、はい、でそれで集めて引き換えますよっていうのが、まあ、はい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 、正しい使い方かなって感じですね。でも称号がね、2つもらえて、うん、20体使うのと5体使うのなんだ、そうですね、一番上が20体か、うん、はい、だから25個は、まあ、称号に使うとして、うん、それ以外を、まあ、降臨と引き換えると、うん、そうです、ね、まあ、おすすめはゼットンかな。確かにゼットンは持ち方だけなんでね、うん、そうそうそう、これでうまく効率よく集めていくのはいいですよね、うん、まあ、あとは、まあ、ネタキャラとしてね、うん、90作って、ね、でも、まあ、でもワンチャンね、うん、星5制限ピグモン耐適性あるかもしれないんで、回復いるところ、うん、回復いても回復いてもいらないんじゃないかな、回復旬でいいんじゃないかな、ね、防御アップしないと攻撃耐えれないとか、防御アップ必須、ね、ワンチャンあるからね、うん、まあ、でも降臨では希少な、ね、防御アップ持ちなんでね、そうそうそう、あとアビリティハイフンなんでスワビアビリティハイフンなんでね、貴重な出たアビリティハイフン出た、懐かしいなアビリティハイフン、貴重なね、うん、そうだから、まあ、はい、でもそうね、あと90作っとけばね、うん、ラックプラス10の時運極になるから、うん、いや別にねそこ押さない方がいいと思うんですよ本当に、作ったけど使い道ないんですけど、まあまあまあ、どうすればいいですかみたいな、はい、まあ自由にしてください、まあ、記念っすね、自由にね、そうそうそう、原作だとねピグモンすごい優しい怪獣でいいやつでしょ、うん、本当はやっつけたくないんだけど、うん、なんかやっつけなきゃいけなくなっちゃってやられちゃうんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、だから結構ねピグモンのストーリーすごい良くて、うん、はい、見てないんですけどね、はい、まあ、うん、ね、見た目も可愛らしいですから、うん、風船持ってる、そうそう、風船持ってるし、ね、うん、本当ね、いいですよ、可愛い、まあ本当うん、いくらでもね、うん、特別任務やれば手に入ると思うので、はいはいはい、まあいろんな使い道あるということで、うん、ちょっと集めて、ね、まあ集めてみてもいいかもしれない、そうそうそう、あと気になる、コラボ中に10体ずつもらえるからね、そうそうそう、自然とできちゃうかもしれない、相当もらえますかね、うん、はい、はい、
まあ、ピグモンさんはあの個人の自由ですね。はいはいはい。まあウルトラマンでしたって、はい、まあみんな、うん、アンケートだとやっぱね、うん、ウルトラマンみんな欲しい、ね、そうですね、みんな欲しいかな、ウルトラマンが。まあ引かない人もいると。はい、私ですね。まあね、うん、はい、はい、じゃあ結論しますか。はい、ガチャはまあでも未来性あるのが本当ウルトラマンしかいないんですよ、ね、しかいないね。なんで狙うとしたらまあウルトラマンかな。ウルトラマン、まあ、実際使ってみてやっぱ今回のコラボでね強いなってなったのはセブン。即戦、そうだね、即戦力になるのはまあセブン、うん、はい、だって飛行アンチワープだからね、そうそうそう、現状使える、そう、うん、今後は分かんないけど、うん、すごい、まあ、セブンもいい、うん、まあ、太郎はに関してはね、うん、まあそこまで、うん、他のキャラで代用は効く性能なんで、うん、ね、まあ、ただイブ持ってないとかシンデレラ持ってないだったら別に見なくてもいいかもしれない、うん、まあ、そんな中追うってこと感じじゃない、うん、太郎を追う必要はないと思います。はい、じゃあ降臨かな、うん、で降臨はね、うん、ゼットン、まあゼットン、うん、バルタン、うん、あたりですかね、運極、うん、ただね、ゼットン、バルタンどっちも結構骨折れます。あ、うん、まあ、周回してみて思ったけどやっぱゼットンとバルタンはちょっとね最近のコラボクエストの中でもめんどくさい方、うん、うん、自己率が高いですね、どっちもね、うまくて立ち回っててもやっぱ理不尽な火力にやられちゃうとかが多いんで、うんうん、まあ、根気よく周回する方は周回しましょう、はい、まあ、でも作っといた方がいいのは間違いない、どっちも。そうですね、いや、うん、ゼットンバルトン、自分はゼットン作りますですね。ゼットンはそうだね、ゼットンは作っといた方がいいです、ね、自分はゼットン作る、はあ、バルタンは、まあ、作ってもいいけど、まあ、活躍ができるか分からないよと、まあ、イズナビゼロで活躍できるのは分かってます、うんうん、まあでもゼットンかな結論。どれか1体って人はゼットン、はい、はい、2体だったらバルタン、そうっすね、3体ってなってもゴモラは作んなくていいです、はい、ゴモラは作んなくていい、はい、うん、はい、以上でございます、はいはい、まあこれはちょっと、ね、はい、参考にしていただいて、はい、まあ、なんか迷ってたりね、まだガチャどうしようかなと思ってたりする人はぜひ、はい、ちょっとね、ぜひ検討してみてくださ い, いかがでしょうか。まあ、夏休みは長いですから、はい、コラボ期間が長いですからね、うん、そうそうそ う, そう、はい、夏休みは関係ないでしょでもやっぱ夏休み時間ある人は、はい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 、ね、まあ、ね、サイエンスの時間を有効活用するためにね、あの作るモンスターを絞っていくと。そうですね、はい、はい、まあ、ゼットンとバルタンと戯れてみてください。はいはい、何、まあ、チャンネル登録、はい、まだの人はね、はい、ぜひちょっとこの夏休み中に、はい、やってくれたら嬉しいよ。確かに夏休み中に、ね、ちょうどね、うん、そういっぱい時間あるんだから、時間ある、ね、チャンネル登録ぐらい、チャンネル登録ぐらいしていただけるとはいはいはい、まあ、そんぐらいの気持ちでね、うん、してくれていただけると、まあ、皆さんのね、貴重な夏休みのね、ほんの2分ぐらいでいいんで、そうそうそう、それはちょっとね、ボタンを押す労力に当ててみてはいかがでしょうか。あ、ツイッターも書いてもらってますので、はい、そうですね、お願いします、はい、よろしくお願いします。あと、概要欄の方にですね、はい、企画募集の、うん、質問フォームとかもね、あるんで、なんかね、あのこいつらこれやりゃいいじゃんみたいなのがあればね、あの夏休みなんでね、ぜひちょっとね、夏休み押すな夏休みじゃん、やっぱ、ね、あ、確かにね、そうそうそう、うん、でもね、うん、まあ、いろんな方が夏休みに入られてると思うんで、はい、そうですね、そうそうそう、ぜひ、まあ、そういう機会にお願いします。はい、お願いします。で、今回もゲームズ RPG スタジオ2から、はい、2からお送りしました。お送りしました。ナナシカノでした。シュルでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。